子ども被災者支援法、去年の6月22日に制定されて、制定以降、1年2ヶ月も塩漬け状態が続いてきました。私たち福島の問題、もう本当にもう何もかもひどい状況で、避難したいのにできない、避難したけど避難先でものすごい苦労を強いられている、仕事もない、家族で離別してしまった、お父さんとお母さんの意見が違って家族内分断が起こってしまった、本当にもう切実な状況が続いているんですね。でその中で原発事故子ども被災者支援法、確かに完全な法律ではないです。理念法だったんです。それでもこれをですね、期待して頼りにしてその実現を待ち望んでいるたくさんの人たちがいたわけなんですね。で復興庁は1年2ヶ月もこの法律を塩漬けにしました。理由はですね、彼らは復興期間を進めたかったんですね。でこの子ども被災者支援法文言を読んでみると、避難した人もとどまった人もそして期間を選ぶ人も等しくその選択権が尊重されて国が責任を持って支援を行うべきという、理念になっているんです。平等だって書いてあるんですね。ところが彼らはこの避難の権利ということを認めたくなかったんですね。先日8月30日復興庁がこの原発事故子ども被災者支援法の基本方針案を発表しました。内容を読んでみました。もうひどいです。まずもってその被災者の切実な要望が何一つ反映されていません。書かれていることは既存の政策の貼り合わせです。でこれをね、分析してくれた人がいて、何が今までの法律か、何が新規かっていうことを分析してみたんです。そしたら新規っていうのは限りなく少なかったんですが、新規に上がっている法律は帰還を促す法律、そして放射能の安心キャンペーンを福島でやるための予算、そして何でしょうかね、かろうじて県外でその健康問題に対する不安が強いということで有識者委員会を立ち上げる、それだけなんですよ。どう思いますか。福島で甲状腺がん多発しています。当然みんな不安です。その不安はもっともだと思いませんか。それはあたかもですね、なんか無知蒙昧のやからがですね、不安に思っていることがいけないから安心させてあげなくちゃいけないということで安心キャンペーンにお金をつけているんです。おかしいじゃないですか。でね、県外のね、東京もそうですよ、ホットスポットありますし、県外にだってホットスポットあって、そこの人たちはやっぱりきちんとした検診、そして避難した人だっているし、その人たちは何の支援も受けていないんです。この原発事故子ども被災者支援法、法律に書いてあることが実施されていません。被災者の声を聞いてこの法律を実施していくというふうに書いてあるのに、全然被災者の声が聞かれていないんですね。で皆さん、これパブリックコメントに例によって形だけかかっています。13日までです。なんと2週間、全国にちりぢりになった人たちがどうやってインターネットで意見を出せるっていうんでしょうか。ぜひこの手続きからおかしいということを復興庁に皆さん言ってください。で詳しいことは避難の権利というブログに書いてありますので、ぜひ被災者の人たちの最後の頼みの綱です。ぜひ意見を言ってください。で、復興庁に電話かけてこんなの許せないと、全国各地で説明、ちなみにですね、東京でも説明会、パブリックコメントの最終日13日の午前中、10時からですね、場所がなんか有明の、お台場のどこかなんですが、やります。ぜひ皆さん押しかけて、こんなの変だと言ってください。私たちも当事者だと思います。皆さん一緒になってですね、被害者、原発の被害者を一緒になって支えていく、そして私たちも被害者なんだっていうことをね、もう胸を張って言っていきましょう。ありがとうございます。サブコメは13日締め切りだそうです。彼女に声をかけてくれたら資料を持ってるようなので個別に声かけてください。じゃあここでまたコール入れます。